はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、やってきましたリザリサ限定ガシャですね。5Z 目は期間限定 SSR リザリサがおまけ付きということなんですけど、あれ3セットの時のやつが5セットに伸びましたねっていう感じですね。なんと2セット多めに取らなきゃいけないという感じですね。しかも確定ではありません。1回引いても SSR が確定ではないので、かなりどぎつい感じになってますね。対象ユニットがですね、なんとリサリサ先生のみなので、リサリサエリザベスジョーサーですね、 SSR 悲しみの涙、これしかないと、他にはねないということで、5セットで来るとはいえちょっと辛いような感じですね。対象ちょっと見てみましょう。1種類しかないんですね。1種類しかありません。 SSR は1種類のみ、しかも 3.0 あ、0、うわ辛い。 R 祭りというのも覚悟しなければなりませんね。いつものごとく、早くね出たらもう撤退と、即時撤退させてもらいます。ではですね、早速1セット目参ります。さあ演出はもう見ていきましょう。これでおっと稲妻が走っている、これは期待が持てる。さあリサリサ1枚目、2枚目も当然リサリサ先生、3枚目も当然リサリサ先生、4枚目も当然おっと来たけど SSR のリサリサ先生、さあ5枚目も SSR のリサリサ先生、6枚目うんと SR のリサリサ先生、7枚目これはもしかして、あーっとこれはつらい、2枚以上確定ではなかった、0枚だった。リサリサ先生、ワン、ツー、スリーのどこ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 、リサリサ先生。さあドラララララララ、稲妻走ってるが、おっと昇格してリサリサ先生。さあリサリサ先生が溜まってきております。さあ2セット目ですね、2セット目地獄が続くのか、参ります。さあこれは欲しい、決して欲しいものではない、また稲妻が走る、確実に欲しいものではない、実はそうなんです。さあ SSR が確定したら1枚のみなので、リタリタ先生は確実に手に入ります。期間限定 SSR ですね、確実に手に入るが、そこが稲妻走っているのが、おっと来ました、リタリタ先生、これで2枚ゲットありがとうございます、2枚ゲットです、プラスになりましたこれでゲットです。あーよかった、つらかったさあドラララララでリサリサ先生よ、何枚目か忘れました。さあリサリサ先生ドラララララで稲妻走って、リサリサ先生1枚のみですからね、ちょっと本当怖かったです。さあラストも当然リサリサ先生、ニューが2回来ました、ありがとうございます。さあこれでプラスになったので、もう引いたということでよろしいですかね。はい、ありがとうございます。あー危なかった、2セット目で終わってくれた、よかった本当に。5セット引く気は当然ありません。いや危険ですね、ほんと危険でした。2セット目で終わってくれて正直安心いたしました、本当に良かったですよ。 SSR1 種類のみですからね、もう稲妻走った時にはおやったーっていう感じだったんですけども、まあまあ
当たってくれてよかったと思います。他のね SSR があった日には涙を飲んじゃった可能性があるので本当に良かったです。というわけでね、撤退をさせていただきます。ありがとうございます。最後までね、動画を見てくれてもらえて、ありがとうございます。ちょっとですね尺の問題がまだまだありますので、このまま BGM を聴いてさよならとしたいと思います。ではラストタイム。